はい、こんにちは。北島アクアティクスのケンピーです。本日のカット TV は、バタフライ初級者編というところで、ちょっとストロークについての、初級者編撮っていきたいなと思います。一回、キックの、初級者編撮ってるんですけど、今日はストロークの方でフォーカス当てて動画回していきたいなと思います。でですね、ストロークの、軌道、腕の軌道と動作のポイントについて、ちょっと今日は初心者の方でよくある、まあ、悪い例と、いい例交えて、ドリル紹介していきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速本編の方行きましょう。どうぞ。はい、それでは、まずはバタフライのいい例、ちょっと見ていきたいなと思います。水中映像と水上真上からの映像どちらも撮ってます。水中からまず見ていきましょう。こんな感じでやっぱり綺麗にバタフライ泳ぐようになってくると、こういううねりの動きで、うねりとキックについては初級者編のちょっと以前に上げてる動画で話してるので、そこじゃなくて今日はストロークについてですね。こんな風に楽に皆さん泳いでみたいですよね、バタフライ。バタフライのストロークで一つ大事になってくるポイントとしては、水をかき始めたら前にまた戻ってくるまで動きを止めないっていうところですね。よく初心者の方でありがちなのが、水をかき終わって動きが止まってしまう方ちょっと多いんですね。水をかいた後に手を前に戻す動作までをなるべく動きを止めずに、一連の動作で前に戻すような意識を持てると、バタフライ、泳ぎ方としてはストロークバッチリ動かすようになってくるかなと思います。まあ、この後ちょっと悪い例、お見せするんで、ちょっといい例の映像を真上からも見てみてください。真上の映像を見ていただくと、まあ、よく分かりやすいと思うんですけど、ストロークの軌道が少しこう S 字のような形で、外にアウトスイープって開く動作から、キャッチして水をかき始める振る動作で、最後フィニッシュのタイミングで少し外に水を押して、リカバリー動作に入っていくのが分かると思います。これ結構皆さん、まあ、初心者の方は特にですけど、まっすぐ後ろまで押そう水をしっかりとかき切ろうって、意識をしてしまうと後ろで動きが止まりやすいので、どちらかというとフィニッシュのタイミング、水をかき終わるタイミングで、すでにもうリカバリー前に戻す動作、戻す動きの準備をしている、ここが結構大事になってくるかなと思いますので、このちょっと上からの映像スローモーションでも流すので、どういった風に水をかいてかき終わってるかっていうところも、よく見ていただくといいかなと思います。では悪い例ちょっと見せていきたいと思います。はい、まず悪い例一つ目ですね。一つ目はリカバリー最中に腕が曲がってしまう。結構こういう方いらっしゃるんじゃないかなと思います。肘が曲がってリカバリー、手を前に戻す動作をやって行ってしまう理由の一つとしては、水をしっかりと後ろまで、水を最後フィニッシュの時にかき切れてない、プッシュが、甘い方が多いかなと思います。フィニッシュの時にプッシュ、水を後ろに押すっていう動作が、かきが甘い方はまだ水をかき終わってないのに手を前に戻す動作に入ってしまうと、このような、まあ、小さいバタフライ泳ぎ見ててもやっぱいい例と全然水上映像違いますよね。小さく前に戻ってるようなバタフライになってると思います。まあ、もちろん水重たいので両手で後ろまでたくさんかこうとすると重いんですけど、そこで水をかくのをやめてしまうとこんな風なバタフライになってしまいます。小さくかくのではなくて、しっかりと後ろまで水を運んで、最後肘が伸びた状態でリカバリーに入るっていうのを皆さんちょっと意識してやってみてほしいなと思います。そのための練習もこの後紹介するので、ぜひ最後まで見てください。はい、2つ目の悪い例ですね。2つ目の悪い例は冒頭でも説明したフィニッシュで、手の動きが止まってしまうっていう方です。フィニッシュで手の動きが止まってしまうっていうことは、やっぱりリカバリー動作に入る前に動きが止まってスピードが一瞬落ちちゃってる、スピードが一回止まってしまっているのを見てわかると思います。こんなバタフライになってくると、手を戻す動作って水上を手を戻しますよね。水の中手を戻さないと思うんで、バタフライ水上を戻すタイミングで、どうしても体が沈んでいって、沈んだ状態で手を戻すっていう最悪な状態になるので、沈んで、手を戻してしまうとやっぱりその後の動きも、抵抗も大きくなってしまいますし、疲れるバタフライの原因の一つになってしまうんですね。なのでプッシュからリカバリーまでを一連の動作で行えるように、まあ、いい例を目指して練習してみてください。でドリルをちょっとこの後紹介しますので、それも参考の上、練習してみてください。はい、まあ、ドリル練習ちょっと紹介していきたいなと思います。スカーリング練習ですね。まずは、やっぱり腕の軌道、ストロークの軌道を作るためにも、このスカーリング練習をちょっとやってあげると、ストロークのイメージが湧きやすいのでやってみてください。まずは一つ目、フロントスカーリングですね。フロント前で行う、スカーリングになるので、映像のように顔の前で水を掴むっていうところを意識してみてください。
で、映像のように肘から先で水を捉えに行くイメージができると体もブレずに前に進むかなと思うので、肩から動かそうとしなくて肘から先で、手のひらで水を当てる練習っていうのをやってみてください。あとはまあこれ前になかなか進まないよって方は手のひらの向きが、いろんな方向向いちゃってると思うんで、基本的にベースは自分の方、手のひらが後ろに向いてる状態で外側内側外側内側と動かす中で少し手のひらの向きを変えてあげると、水が触れて前に進む、効力でこう前に進んでいくと思うので、スカーリングの練習ちょっと地道にですけど焦らず、あまり力入れすぎてもこれ進まない、動作としてあまり良くなくなってしまうので、正しい泳ぎで丁寧に、地道にちょっと練習してみてください。で、2つ目の、紹介がキャッチですね。水を捉えるポイントになります。これはまた同じようにフロントの動作、前に、手が伸ばしている状態から水を肘から先で捉えに行くキャッチ動作に、なります。手のひら指先から肘まで、1枚の板だと思って水をこう捉えに行く。これ上からの映像も撮ってるんで上からの映像だと分かりやすいですね。肘の位置が、前に残したままで肘から先で水を捉える動きっていうのを、皆さんもキャッチ動作で練習してみてください。3つ目がプッシュですね。腰の横までしっかりと水を押すっていうところをやってます。手のひらでこれも水をしっかりと押してほしいので、小さく前習いの状態から手のひらを下に向けてあげて、そこから水を押し込むっていうところをやってみてください。で、最後押し終わった時に水面から手が出て上に水を持ち上げちゃう、っていう動きにはならないように、ここ結構ポイントです。リカバリーで動きを止めずにスムーズにリカバリー動作に入る、手を戻す動作に入るためにもプッシュは最後水面あたりで手を止めてあげるのが大事かなと思います。上に押そう上に押そうで上に手を持ち上げてしまうと、そこからリカバリー動作って、すごいしづらくなってしまうので、しっかりと後ろまで水を押すっていうところを、プッシュはポイントにやってみてください。で、気持ちリカバリーも特に初心者の方はこのプッシュは少し外目に開いて、外側に水を押してあげるとリカバリー動作に入りやすいので、そこもちょっとポイントにやってみてください。で、最後4つ目は今のフロントキャッチプッシュをつなげて、バタフライのストロークの、水の中の動きをやっていきます。フロントからキャッチ、水を最後押すっていうところまで一連の動作で動きを止めずにやってみてください。これ4つ目結構皆さんやろうとすると皆さんポットみたいにこうカクカクと動きが止まってしまうんですけど、止めずに基本的にはフロントキャッチプッシュと後ろまで、水をしっかりと押し込むっていう意識を、止めずにやってみてください。はい、ではドリル2つ目ですね。スカーリング、やってみたら実際に手のリカバリーの動きもつけて、練習していきます。さっきのオールスカーリング、水を最後、後ろまで押す動作までやったら、ここから肩甲骨をしっかり寄せてあげて親指を前にして手を前に戻す動作、これを水面触りながら、手を腕を引きずってもいいんで水面を手のひらで触りながら、やってみてください。これ完全に手が水中で落ちた状態でやるんではなくて、意識としては水面をしっかりと手のひらで触りながら戻してあげるっていうのが、一個ポイントかなと思います。逆にこれ手のひらを上げすぎてしまって水面から離れたところを手が通るんではなくて、水面と平行移動を手のひらで作ってあげると、バタフライのリカバリー動作につながってくるかなと思います。最後フィニッシュまで押し終わったら、一回動作止まってもいいんで、そこから肩甲骨を寄せてあげて、で、小指先行ではなくて親指から先行させて前に戻してあげる、ここの動きちょっと練習でやってみてください。で、この時に肘を曲げないっていうのが一個ポイントですね。最後フィニッシュ、水をかけ終わった時に腕伸びきってると思うので、そこから肩甲骨寄せて前に戻すっていうのをちょっと練習でやってみてください。で、この時にちょっと腰が反りやすい方多分いると思うんで、ポイントとしてはお腹の力を抜かないっていうところを、一個大事にやってあげると、バタフライのこのフィニッシュからリカバリーの時に腰が反らずにまっすぐの姿勢でかっこいいバタフライ泳ぐようになってくるので、戻す動作の時に腰がこう反ってしまって、腰の位置が下がった状態で手を戻さないようにっていうのも、一個ポイントかなと思うので皆さんやってみてください。はい、最後のドリルですね。最後はちょっと、初心者の方にちょっとだけ難しいかもしれないので、チャレンジできる方はチャレンジしてみてください。足はバタ足打ちながらビート板を2枚、使って2枚のビート板の上に手のひらを置いて、そこで手を前に後ろにとボールをスライドさせていきます。
これスライドさせるんで、あまりにもこう力が、ビート板に手のひらでかけてしまうと、ビート板に水圧がかかってビート板手のひらが飛んでいってしまうと思うので、ビート板が水面をこうスライドしているような動きができると、しっかりと背中が寄せた状態、肩甲骨寄せた状態で手をこう動かせているかなと思うので、背中を寄せて動かしてみてください。で、その何だろうな、動きのイメージ、ここのバタフライのストロークのリカバリで手を戻す時のこのイメージを、この辺りで手を戻すんだなっていうのをそこで意識してみて、でそこから最後スイムでバタフライを泳いでもらうと、リカバリの動作っていうのが、正しくできるかなと思うので、ぜひこのビート板のスライド練習もやってみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。バタフライの、今日は初心者編というところでストロークの軌道と、まあ、動作のポイントについて紹介させていただきました。まあ、よくある、悪い例ちょっと2つ述べさせていただいたんですけど、肘がこうリカバリ途中に曲がってしまう、まあ、小さな泳ぎになってしまう方と、あとはプッシュ後動きが止まってしまって手を前に戻す時にはもう体が沈んでしまっている方、この2点、悪い例で挙げさせていただきました。そうなってるなっていう方、もしかしたら動画見ていたかなと思うんで、今日紹介したポイントとドリル練習ちょっとやってみて、動きをなるべくスムーズに手を前に戻してあげるっていうのを、意識してみてください。で、まあ、S 字っていう言葉を使ったんですけど、あまりにも大きくその S 字の意識を持ちすぎると今度前に進まなくなってしまうので、緩やかな S 字でいいです。大きくこう湾曲させないように、緩やかな S 字をイメージして最後、リカバリに持っていってあげると、前に進むし、リカバリ動作も動きが止まらずにスムーズなストロークの軌道ができるかなと思うので、ぜひポイントに置いてみてください。ではこの動画が良かったなと思う方は高評価とチャンネル登録、コメントもぜひお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。トレーニングで悩んでいる皆さん、実践的な指導方法を好きな時に学べる毎週11本のコンテンツを配信中。